後ろの方見えにくいけど知ってるわな、飛ぶ鳥や。これなんでアスカって読むの、読めないね。だからみんな読めないから、私は実際奈良のアスカってとこ行ったら、明日の香り、香り、匂いというふうに変えとるわ。しかしもともとはアスカは飛ぶ鳥なんです。なんで飛ぶ鳥が、いや日本で一番古い文明と言われるアスカ文明、あるいはアスカ時代になんでこんな不思議な地名があんねや。プラスしてアスカというひらがなの言葉は、あるいは英語でアスカは世界にある。全部だから私たちの地球の先祖たちが生まれるよりも前からアスカってのは世界にあったんですよ。インド、私はインド文明の一番古いのは何ですか、今のインドですか、違う、インダスです。インダス文明、そのインダス文明の中心的なところにアスカってなった。三島由紀夫がそこ行った話したでしょ。そして彼はしばらくしてから張り切り寄ったんです。何を見たのかね、アスカ。世界中にある、南アメリカを含めて世界中にあるこのアスカ、これアスカというの、飛ぶ鳥、飛んでる鳥、宇宙船ですよ。それが降りてくるわけです。大和三山のやつを持ってください。こっちやって、はい、こっちでいいです。後で話するか分かりませんが、これは大和三山なんです。アスカはこの南、これ書いてあるアスカで、もうそんな遠くないですよ。でそこのところに耳なし、うねび、そして家具山があるわけ。行ったことがあるんですか。みんな綺麗な山だよ、綺麗な三角で、人工の山だとすぐ分かるでしょ。どっからそのための土を削り寄ったんや、二条山ですよ。だから二条山からちゃんと川が流れるわけです、飛鳥川ですよ。すごいちゃんと土砂を運んでるわけです、今からもう何千年前ですね。そしてこれ3つのところができて、上から見たら綺麗な三角形です。ピラミッドが寝てるようなもんや。だから宇宙船で来て見たら、ああそこだとすぐ分かる。エジプトに宇宙船に来たら、ああそこだと三角があるか分かる。今南アメリカといった南アメリカの中のジャングルの中にもたくさんピラミッドがある、ジャングル埋まってる。そういうことは絶対ロックフェラーたちは教えないです。もう一つ私にもっと近いこういうことを教えるべきは何か、 NASA、 NASA ですよ。絶対教えない。地球が最高だ、地球から外へ出たら空気も何もない、エネルギーも何もない。それを私たちは、彼らが支配するからマスコミは言えないし、学校教育でも言えない。話を戻ります。耳なし、うねび、かう山、これ結局ピラミッドその飛行場ですよ。ほんでここから南下るとアスカがある。でこの人たち、つまりここに書いてあるように ET と書いたんですが、地球外生命体と地球の女性とは婚姻するわけです。正式な婚姻かどうかしらんで、だけど根血が生まれるのいっぱい、これがさっきから言ってるネピリムなんです。だからロックフェラーもネピリムなんです。ロスチャイルドもネピリムです。ヨーロッパの王家グループはみんなネピリムなんです。だから自分らの本性を言わない、昔のような力をもう持ってないんです。どんどん落ちてきてる。さっき闇の帝王のロックフェラーが死んだという話をしましたが、それだけではなくて彼らは世界においてものすごい権力を失っていってる。これに目を詰めて攻撃を加えたのがトランプなんです。だからトランプはこの前の大統領選挙で絶対に大統領にしてもらえないですよ。不正だ不正だってみんな言ってるでしょ、アメリカで。だからもうアメリカ割れちゃったんです。トランプは今度大統領選挙に出るかどうか知りませんよ。だけどいずれにしろネピリム、宇宙の方から来た ET と地球の女性との間の子孫、この連中が有名なバベルの塔を作る。バベル、メソポタミア文明の基礎だね。それからさっき言ったエジプト文明、私エジプト行って
はあ、こんな大きな石を、なんでこんな大きな道を誰も作れないんですよ。私の先祖が作ったととても思えない。私たちの知恵よりももっと優れたものを持ったやつがおることが分かる。そしてその子孫がずっと根血して残って、さっき言った中世の時代の神聖ローマ帝国、それからヨーロッパの王家グループ、みんなネピルムですよ。だから他の人と結婚しないですよ。